14年ソチゴリンラージヒル銀メダリストのレジェンド葛西則明51イコール土屋ホームが4期ぶりに海外での W 杯に参戦することが決まった全日本スキー連盟は22日今季終盤戦の W 杯に参戦する海外遠征派遣メンバーを発表し葛西が代表に入ったフィンランドラハティ大会3月2日開幕から参戦する 17、18日の W 杯札幌大会2連戦で4期ぶりに本戦進出を果たし、自身が持つギネス世界記録の W 杯個人戦出場数を通算571戦に更新した。結果は30位、43位で30位以内に与えられる W 杯ポイントを1獲得していた。 海外で行われる W 杯は19年12月15日ドイツクリンゲンタール大会以来遠ざかる。火災は3日 TVH 杯での優勝後、W 杯ポイントを取って札幌 W 杯後の遠征メンバーに入りたいって気持ちが強い、と話しており、目標を現実にした。